まずですね、ウツボソックスとは何かということをね、紹介していこうと思います。まずこのウツボソックスというのはインスタグラムで千春アムコさんというね ID で活動されている千春さんが考案されたショートソックスですね。ちょっと変わった形をしていまして、私が編んだウツボソックスを紹介しようと思います。じゃーんこれなんでウツボソックスという名前がついたかっていうのから、まず紹介しようと思います。これ何に見えますかね。ウツボというね、お魚にとっても似ていると思いませんか。この目はね、置いてあるだけなのでくっつけてはいないんですが、ここが靴下の履き口になっています。こっちがかかとですね。かかとで、この辺りがアキレス腱まで行かないかな、後ろのフラップの部分ですね。で、ここのかかとの履き口と、甲側の履き口が特徴的な靴下になっています。とっても可愛い、ちょっと変わったね靴下なんですが、これがですね、めちゃくちゃ履き心地が良くて、全体的に見るとこんな感じね、ここに目をつけましたが、とってもね変わった形になっています。ただ靴下をこのね足首まで編んで終わってしまうと脱げやすいショートソックスになってしまうんですが、この、千春さんが考案されたウツボソックスは甲の部分とこのかかとの部分がちょっとお腹が鳴っちゃったかぶっている、深くねなっているためか、とっても脱げにくくて、そして履き心地もすごくいい靴下です。私はもうねショートソックスの中でとっても大好きで、編んでいてもすごく楽しいし、履いた時にねスニーカーから見えるこの履き口の部分ですね、これもねとっても可愛い。履いた感じをお見せできないのがちょっと申し訳ないんですが、千春さんのインスタグラムを見るとね、いろいろ履いている画像も出ていますので、ぜひそちらも見ていただきたいです。履いた時もねスニーカーからちらっと見えるこの部分がめちゃくちゃ可愛いです。はい。で、このねウツボソックスを私もたくさん編みました。もうちょっと手元に残っているのが数少ないんですが、こんな感じですね。今残っているのは3つしかないんですね。これは夏のコットンストレッチで編みましたね。フルーツ模様の靴下と、これはオパールの赤ずきんちゃんとスマイルだったかな、何か余り糸を合わせて編んだソックスですね。そしてこれが、今ハマっている段染めと段染めのジョグレスストライプのウツボソックスです。はい、目が飛んじゃった。はい、ということで、こちらのウツボソックスをぜひ動画にさせてくださいということで許可をいただきましたので、これからこのウツボソックスの編み方をご紹介していこうと思います。で、こちらを考案された千春さんもぜひ、このウツボソックスを夏の定番にしていきたい、ウツボの編み方を皆さんに広げていきたいということだったので、できる限りですね、あまり上手じゃないかもしれないんですが、皆さんにも編んでいただくために、動画でね分かりやすいように説明していきたいなと思います。棒針編みなので、ちょっと皆さんが分かるように詳しく説明できるかどうかちょっと不安もあるんですが、このウツボソックスを広めていきたいので、これからね編み方を紹介していこうと思います。で、今回使用するのがケイトヤさんからご提供いただきました、動画の中でもねご紹介したんですが、リコデザインのスペルババンブースーパーウォッシュというバンブー素材の繊維が入った糸ですね。とってもサラサラしていて、まだ編んでいないのでちょっと編み心地はこれからお伝えしようと思うんですが、
春夏にとってもぴったりな糸だと思うのでこちらを選びました。色もね、触り心地も履き心地も春夏にもってこいなんじゃないかなと思います。で、千原あむこさんはインスタグラムに DM やコメントをするとこのうつぼソックスのレシピをですね、手書きで書いてくださったものを郵送して皆さんにね、お配りしてくださっているんですが、そのレシピの中の編み方をそのままこの動画にしていこうと思います。紹介している靴下のサイズは24センチ用になっています。私は23から 3.5 センチなので、今まで編んだものは目数を少し変えてあります。私のサイズで良ければ、どこかね、動画の中にね、こう書いておくので、目数などはちょっとそちらも参考にしていただけたらなと思います。そして、細かいサイズ調整とか目数は何目にしたらいいかというご質問をいただいても、ちょっとね、編んでいる方の手加減とか、使っている道具や糸によってもまたね変わってくると思うので、細かいね目数の変更についてはね、私はお答えできないので申し訳ないんですが、ちょっとその辺はね、ご自身でサイズ調整をされてみるといいと思います。そしてこちらのウツボソックスですね、3箇所にジャーマンショートローのフラップを編みつけたショートソックスですと書いてあります。3箇所、まずこのかかとの部分ですね、ジャーマンショートローで往復編みにしていって、こっち側とこっち側にジャーマンショートローを使っています。で、このフラップ、かかとと甲のフラップのところにもジャーマンショートローを使っています。ダブルステッチという方法ですね。あれから履き口の縁編みのところ、これはアイコードバインドオフという方法だそうです。私も初めてね、このウツボソックスでこのアイコード止めというのをやってみたんですが、とってもね楽しくて、履き口のこの感じがねめちゃくちゃ可愛いと思っているのですごくお気に入りです。そして、基本はトゥーアップ&ラウンドヒールの靴下ですと書かれています。つま先から編んでいくということですね。糸は側ヤン 100g 420m のものを使って、針は 2.5 ミリと、この履き口のアイコード止めをするときに3ミリの、針を使用します。で、これから紹介していく編み方はサイズが約24センチ用の編み方となります。では私も 2.5 ミリの針を用意しました。私は、これは80センチの輪針になっています。では、ソックヤンは中から糸端を取り出してきます。人差し指でいつもね中でグリグリしてちょっと引っかかるかなっていうような糸を引っ張り出してくるんですが、だいたいたくさん出てきちゃいますね。なかなかスッと取れることはないです。スッとね糸端だけが出てきた時はめちゃくちゃ嬉しいですね。お、出てきました、色合わせをしようと思うので、色合わせをするときはその使用するね糸によって違うと思うんですが、自分の分かるカラーのところからカットしてね使うといいと思います。切り替わりが分かりにくい糸だと大変だと思うんですが、オレンジのところからにしよっかな。はい、糸端の準備ができたら針を持ちます。そして、この糸の切り替わりのところで輪にしようかな。まず結び目を作って輪を作ります。
輪にしたところにこのように針を通して結び目を作ったら、つま先の作り目の作り方は好きな作り目でいいと思うんですが、これはね、私が好きなターキッシュキャストオンという方法ですね。これがこのオレンジの方が糸端です。糸端はこちらの左手でね、押さえておくといいかなと思います。で、糸玉側の糸を結び目下についています。針の後ろから巻いてきます。14目なので14回くるくると巻きつけます。後ろから手前に、後ろから手前に、2、4、6の花と14回ですね。糸を巻いたら、この糸玉側の糸を一度ね、この針と針の間に挟めて向こうへやっておきます。こんな感じになっています。そしたらこの糸玉側の糸を左手にかけて、下の針を引き出してきます。引き出してきたら、糸玉側の糸が手前に出てきているので後ろへ持っていきます。そしてこのコードと針の間から針を入れて、糸をかけて表編みをします。次の目も表編み、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14目表編みをしました。そしたらこちらの持っていた針には何もかかっていないので手を外して、そしたら針を回転させます。この針をこのようにくるっと回転させて、で、今このコードのところに目がありますね。ずっと目がついているんですが、今度はこのコードを左の方へ押して戻していって針を入れ替えます。ここまで来たら下の針があるので、上の針がとてもね、戻しにくいと思いますので、今度は下の針を出してきて上の針を戻す。で、糸玉側の糸を左手にかけたら、こっちの糸端、結び目を作ったところが針にかかっています。この結び目だけを外します。針から外してほどく。ほどいたらちょっと邪魔なので左手で押さえておいて、今度はこの下に入っていた針を右手に持ち替えます。持ち替えたら上の針、左の針にかかっている目を表編みしていく。とってもサラサラしていて編みやすい糸ですね。ふわふわ軽い感じがします。14目全部を表編み、はい、編めました。で、今編んでいた針は落として、また針の向きを回転させます。回転させたらコードをまた左の方へ押していって、上の目に針を入れたいので今度は下の針を出して上の針を戻す。
これで1段目が編めました。編めたら次2段目に行きます。2段目からは、この端っこと端っこの目の間で増し目を入れていきます。片側14目、こっちも14目ありますが、全部で28目ですね。1目内側に1個ずつ、こちらにも1個ずつ目を増やすので、全体で4目増えます。次の段は増し目をする段です。ではまず最初の1目目は表編みで、この増し目の仕方もいろいろありますが、私は次の目の手前のこの渡り糸を右の針で後ろから拾います。そして左の針を右の針より手前に出るように針を入れます。そしてこのかかっている渡り糸の後ろ側で糸をかけて一目編みます。そうすると今拾った渡り糸が見えますかね、ねじれています。右側が上になったねじれた糸が一目増えているので、右ねじり増し目となります。右上ねじり増し目ですね。はい、一目増えたので、今度はこの針にかかっている一目手前まで表編みをしていきます。はい、はい、一目手前まで、一目残すところまで表編みをしてきました。そしたら今度はここでもまた増し目をします。左の針をこの渡り糸の後ろからかけます。渡り糸がかかっていますね。そしたら次はちょっとね編みにくいんですが、右の針をこのかかっている糸の左側から入れます。このように入れて針に糸をかけて編む。そうするとこの渡り糸が左上のねじり増し目になりました。で最後の一目を編む。はい、そうするとこちらの針にかかっている目の数は16目になっているはずです。1目内側でこことここですね、増し目をしました。ではこっちに残っている14目でも同じことをやっていきます。針の向きを回転させてコードを戻します。下の針を出してきて上の針を戻す。こちら側にかかっている14目でも一目内側で両側でね増し目をしていきます。最初の一目を表編み、次のこの渡り糸ですね、この渡り糸を右の針で後ろから拾い上げて、左の針をこの糸の右の針よりも手前に来るように出します。そして後ろ側で表編み、ちょっと編みにくいんですが、このように後ろ側で表編み、一つ目が増えました。糸は右側が上になったねじり増し目になっています。そしたらまた一
1目残すところまで表編みをしていきます。なるべく多くの方に編んでいただきたいので、私なりにゆっくり説明しています。わかる方は早送りとかね、飛ばして見るとかしていただけたらなと思います。はい、一目残るところまで編んできました。こっちは左の針を後ろから渡り糸にかけて、右の針でこの糸を左から針を入れて一つ表編みします。はい、これで左の糸が上になったねじり増し目ができました。そしたら最後の糸を編んで、こっちもこっちも16目ずつになっているはずです。2段目が編めました。針をまたこのように回転させて入れ替えます。そしてここでどちらがスタートかわからなくならないようにマーカーをつけておきたいと思います。はい、ちょっとまだ編み進んでいないので編み地がとても少なくてですね、マーカーはつけにくいかもしれないんですが、こっち側がスタートの面だよというねマーカーをつけておきます。私はいつもだいたいこの針にかかっている下のメリアスですね、一つ下の目に目の右寄りのところにですねつけておきます。このようにつけました。そしたら、次3段目増し目をした次の段は一周ぐるっと増し目をなしで全て表編みをしていきます。まず一目編みますね。で、編んでいる途中だと増し目をした段かしていない段かわからなくなると思います。で、今一目編んだんですが、次の渡り糸で増し目をしようとするとここ渡り糸がねほとんど見えない、針で取れないのがわかりますか。この状態だと増し目はしなくていいということですね。先ほどしたので渡り糸が取れない、取りにくい。こっちの目を見てみると針にかかった水色の目の下のこの紫の目がですねねじれているので、あ、これはさっきねじり増し目をした段だなということがわかると思います。なので間違えないようにですね編んでいかなきゃいけないんですが、このように見ると分かりやすいかなと思います。で、端の目まで編んでいきますが、編んでいる途中でまたあれ、こっち側増し目したっけ、してなかったっけってなった時に、ここね、こっちも先ほどの段でここねねじっている目があります。針にかかっている1、2、3個目にねじり増し目がある場合は先ほど増し目をしたということなので、ここもね渡り糸が取れなくなっています。増し目をできる時はここねとっても渡り糸が取りやすくなっているはずなので、ちょっとこの辺を見ながら判断していただくといいと思います。増し目を先ほどしているので今回は全部増し目なしで16目編みました。また針の方向を入れ替えて編んでいなかったこちら側を編んでいきます。こちらも同じく増減なし増し目なしで全ての目を表編みしていきます。
そして、今私キュッと引き締めましたが、最初の目を編むとき、こちらの編み地とね、どんどんこうこのようにくっついていく感じになります。つま先なので、こっちにかかっている糸とここの糸が編んだときにキュッとね引き締まらないと、ここに間が空いてしまうので、最初の目を編むときは表編み一つ編んだら、キュッとねこの針、指にかけている糸をキュッとね引き締めてあげるといいと思います。キュッと引き締めたら次の目を編んでいく。針にかかっている16目を全部表編みしていきます。増減なしで16目、こちらも16目ですね、編みました。また針の向きを変えて、入れ替えます。針を入れ替えたら、次の段はまたこの一目内側、両側の一目内側でねじり増し目を入れていきます。最初の一目は表編み、ここもキュッとね糸を引き締めて、こっち側の編み地とね穴が開かないように引き締めておきます。そしたら先ほど見てもらったと思うんですが、このね渡り糸、とっても取りやすくなっているのが分かりますかね。右の針を入れてもスッとすくい上げられる、この状態が増し目をする段ということですね。右の針で渡り糸をスッと後ろから拾い上げて、左の針をこの糸の手前に出します。そして後ろ側で表編みをして、右上のねじり増し目一つ目が増えました。一つ目を残すところまで表編みをしていきます。増し目をする段と増し目をしない段を交互に繰り返して編んでいきます。1目残すところまで編みました。そしたらこっちもこの間の糸ですね、渡り糸、とっても取りやすくなっていると思います。すぐに針がかかる感じですね。左の針を後ろから渡り糸を引っ掛けて、右の針でこっちから入れて表編みをします。左上のねじり増し目ができました。最後の一目も表編み、これでこっち側が18目になっているはずです。そしたらこっちは16目、まだ編んでいないので16目しかないので、また針を入れ替えて、反対側も増し目をしていきます。糸端が邪魔ですね。でだんだん編んでくるとこんな感じでね、ちょっと袋状になってきているはずです。整えてあげてから編み始めるといいと思います。はい、最初の一目は表編み、キュッと糸を引き締めて、そして右の針で渡り糸を後ろから拾い上げます。左の針をこのように入れて、
後ろ側で表編み、右上のねじり増し目ができました。一目残すところまで表編みをしていきます。1目残すところまで表編みをしてきました。そしたらこっち側は左の針で後ろから渡り糸を拾い上げて、右の針をこの糸の左から入れて表編みをします。左が上のねじり増し目ができました。最後の1目も編むと、こっちの目も18目になっているはずです。では針の向きを変えて、入れ替えて、つま先を袋状に整えてからですね、次の段はすべて表編み。最初の一目はキュッと引き締めて編んで、ここね、さっきの見たのと同じように渡り糸がほとんど取れない状態です。後ろに隠れていて取れない状態なので増し目をする段ではないですね。ここにもねじった目が見えます。なので増し目はしないだ。すべて表編みをしていきます。このようにちょっと目を見て、増し目をする段かしていない段か、判断できるようになるまで私もちょっと時間がかかったんですけど、目を見て判断できるようになればとってもね、編み物しやすくなると思います。はい、ここもあれ増し目したっけしてなかったっけ、今増し目をする段かしていない段か判断するときは、こっち側は針から3つ目にねじり増し目があって、渡り糸がほとんど取れない、取りにくい状態なので増し目はしない段ということになります。はい、表編みをして針を入れ替えて、この糸端はですね、後で糸始末をするんですが、だんだん袋状になってきたらこのように中に入れてですね、邪魔な時は中に入れて編んだりします。針を入れ替えて、こっち側もすべて表編みですね。最初の目は隙間が開かないように一目編んだらキュッと引き締めて、この引き締めた時の手加減もちょっと難しいんですがね、あまりきつくしすぎてもダメだし、緩すぎても隙間が空いてしまう。手加減をいつも同じ具合にねしなくてはいけないですね。こちら側もすべて表編みをしました。18目、全部で36目になっているはずです。だんだんつま先の袋状にねなってきたと思います。今、増し目をしない段を編んだので、次は今までと同じようにこの両端の一目内側でですね、増し目を入れて、こっちも反対側もですね、同じように両端の一目内側で増し目を入れて、次の段は増し目がない段、増し目をする段、増し目をしない段と交互に編んでいって、どんどんこのつま先を増やしていきます。
で、これを繰り返していって片側の針に30目になるまで交互に繰り返し増やして編んでいきます。はい、つま先、増し目をする段、増し目をしない段を繰り返してきて、片側の針に30目、全体で60目になるまで編んできました。最後に編んだ段は増し目をしない段ですね。すべて表編みで一周ぐるっと編んできました。そしたらこの後は、40段ですね、増減なしでまっすぐずっとぐるぐるね、全体で60目を40段編んでいきます。一度ですね、ここに最後に編んだ段の目印としてマーカーをつけておきます。このマーカーのついている目から40段ですね、増減なしで編んでいきます。はい、つま先をどんどん増やしていった後に増減なしで全体で60目、片側だと30目のものを40段編んできました。そしたらこの後ここにですね、増し目をしながらまちという部分を編んでいきます。ぐるぐると輪編みの状態で片側だけ両側で増し目をしていってどんどん増やしていきます。まちというのは靴下のこの三角の部分ですね。こっち側、同じ状態にすると分かりやすいかな。はい、このつま先から編んできて増減なしでここまで編んできて、この後はこの、両側の部分ですね、こっち側とこっち側に増し目をしていって片側だけですね、このようにまちを作っていきます。ここですね、千春さんのパターンでは両側にプラス12目ずつなので、増し目をする段と増し目をしない段を繰り返していって全部で24段ですね。この後ぐるぐると編み続けていきます。それではこのマーカーがついている側の面からまちを増やしていきます。まちの増やし方はつま先の時と似たような増やし方になります。つま先の時は一目編んでから内側でねじり増し目をしていたんですが、最初にいきなりですね、編む前からねじり増し目をします。最初の一目がここですね。その手前のこの渡り糸を右の針で後ろから拾い上げます。そして左の針を右の糸の手前、このように交差するように針を入れて後ろ側で糸をかけて一目編みます。右の糸が上に来ているねじり増し目ですね、右上ねじり増し目を一つ編みました。そしたら、まちの目が何目まで増えたか分かりやすいようにここにマーカーを入れておきます。はい、マーカーを入れたら一番端の目まで表編みをしていきます。ちなみに今編んでいる面が足の裏側になります。足の目まで編めました。こちら側の面の、一つねじり増し目をして30目全部編んだら、こっち側でも忘れないように、一番端っこの目まで編んだので渡り糸を左の針で後ろから拾い上げて右の針を
表編みをするように入れます。そして一目編んで左上のねじり増し目ができました。でここもですね、編む前にマーカーを入れるべきでしたが、ここも一目増えたよというマーカーをつけておきます。両側で一つずつ目が増えた状態になりました。そしたらまたひっくり返して針を入れ直します。入れ替えます。で、こちら側は甲側になります。甲側は増し目をせずにすべて表編みをしていきます。30目ですね。だんだん模様が出てきてすごく可愛くなってきました。とてもカラフルなので編んでいて楽しいですね。30目、全部編めたらまた向きを変えて針を入れ替えます。そして先ほどこの足の裏側で両側にねじり増し目を一つずつ作りました。増し目をした段の次の段は増し目をしない段を編みます。なので32目編んで反対側は30目、ぐるっと表編みをしてきます。これはつま先の時と同じで、増し目をする段、増し目をしない段を交互に編んでいきます。はい、増し目をせずに片側32目ですね、増やした分も全部表編みをして編みました。針を入れ替えて甲側の30目も増減なし表編みをしていきます。はい、増減なしで一周ぐるっと編んできました。向きを変えて針を入れ替えたら、次は増し目をする段です。これも増し目をする時としない時の見方の違いというのは、この渡り糸が簡単にすくい上げられるかどうかというのと、ここですね、ねじり増し目があるかないか、ちょっとね目を見て判断する、つま先と同じですね、これを見て判断します。マチの増し目をするときは必ず一番端っこで一目も編まずに一番最初にねじり増し目をします。渡り糸を右の針で拾い上げて、後ろからですね、拾い上げたら左の針を糸の手前、右の針よりも手前に出します。そして後ろ側で糸をかけて一目編む。でもう一つ先ほど増やした増し目を編んだら、マーカーを移動させて30目表編みをしていって、先ほどのマチのところまで増やした目まで進んでいきます。はい、30目編めたらマーカーを移動させて先ほど増やした目を編みます。編んだら左の針でこの渡り糸を後ろから拾い上げて、右の針を表編みをするようにこの目に入れて目を一つ編みます。編めたら針を入れ替えて甲側の30目を表編みしていきます。こちら側でも増やさないようにね、気をつけて編んでいってください。甲側も30目編み終えたら針を入れ替えて
足の裏側ですね、マチがある方の面なんですが、先ほど増し目をしたので今度は増し目をせずにまたぐるっと一周表編みをしてきます。で、今のようにして一番端っこ、両側の端っこでねじり増し目をしてマチの目を増やす段と、その後は増し目をしないで全部表編みする段と、つま先の時と同じですね、増し目の段、増し目をしない段を交互に繰り返していって、マーカーの右側に12目、こっちのマーカーの左側に12目、目が増えるまで繰り返し増し目をしながら編んでいきます。はい、繰り返しマチの、目数を12目まで増やしてきました。こっちに12目、こっちに12目ですね。こんな感じでマチの部分ができました。増し目をする段と増し目をしない段交互に繰り返してきたので24段ですね、編んだことになります。ではここからかかとの部分を編んでいきます。かかとはこのガーター編みになっている部分です。これを今から編んでいきます。ちなみに今まで輪編みでぐるぐると編み続けてきましたが、ここからは往復編みをしていきます。マチの段は、最後増し目をしない段を一周ぐるっと編んで終わっています。それではかかとに入ります。まずマチの12目を表編みします。編めたらマーカーを移動して足裏の部分の30目ですね、30目を表編みしていきます。はい、30目編むとこちら側のマチ12目が残ってマーカーもついています。ここで編み地をひっくり返します。ターンですね。ひっくり返したら、糸が前側に来ていて靴下の中を見ている状態です。ここからジャーマンショートローを使って編んでいきます。右の針を最初のこの一目に裏編みをするように針を入れます。入れたら右の針にこの目をそのまま移すんですが、移した時にこの指にかけている糸を右の針の向こうへぐーっと引っ張ります。引っ張ると糸がね、1本だったものが2本になっているように見えます。でこちら側はこの糸がキュッとね U の字になった感じになっています。これがダブル目と言います。そしてこの糸はギューッと引っ張ったまま、今ダブルになった目を指で押さえて次の目を表編みします。表編みで進んでいきます。マーカーの手前の目まですべて表編みをしていきます。靴下の中側を見ながら表編みをしてきました。マーカーの手前の目も表編みをしました。こっち側には12目マチとマーカーが残っています。この状態でまたひっくり返します。
ひっくり返したら先ほどと同じように右の針を最初の目に裏編みをするように針を入れて、この目を右の針へ移します。移したらこの手前に出ている糸を右の針の向こうへぎゅっと持っていく。結構引っ張ります。そしたらこの目をダブルになった目を押さえてまた表編みで戻っていきます。マーカーの内側に一つずつダブル目ができました。どん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 内側に内側にこのダブル目を増やしていきます。表編みをしていって先ほどダブル目を作った手前の目を編みます。はい、さっき作ったダブル目がこれです。その手前の目まで表編みをしました。編めたらまたひっくり返して先ほどと同じように最初の目に裏編みをするように右の針を入れて右へ移し、そして糸を右の針の向こう側へぎゅっと引っ張ります。引っ張ったらこのダブルになった目を押さえて表編みをして戻っていく。でこっち側もダブル目をさっき作ったのでその手前の目まで表編みをします。はい、ここにダブル目がありますのでその手前の目を表編みできたら編み地をひっくり返します。そしてまた同じように右の針を裏編みをするようにこのように入れて目を右に移して糸を右の針の向こうへぎゅっと引っ張ります。そしてダブルになった目を押さえて次の目を表編みしていく。これを繰り返していってどんどん内側に内側にダブル目を両側にですねどん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 増やしていきます。そしてこっち側のダブル目が9個、右側のダブル目が8個になった時に段消しという作業をしていきます。ダブル目の手前まで、ここ2つねダブル目が並んでいます。よく見るとダブル目がねわかると思うのでここはちょっとね間違いのないようによく目を見て編んでいくといいと思います。ダブル目の手前の目まで全て表編みをしたらひっくり返してまたダブル目を作ります。こっち側3つ目ができましたね。ダブル目を押さえて表編みで戻っていく。はい、こちら側もダブルステッチが2つ並んでいてその手前に1つ目があります。この目は見落とす時がねたまにありますので見落としのないようにしっかり編んで、そしてターンさせてまた同じようにダブル目を作ります。作ったら指でしっかりと押さえてまた表編みで戻っていきます。こちら側にも3目ダブルステッチができました。先にこっちの方がね3目できているのでこっちのダブルステッチダブル目が9個になるところまで同じように往復編みで繰り返しダブル目を作っていきます。はい、かかとを繰り返し両側でダブルステッチを作りながら
編み進めてきました。こちら側、右側ですね。右側はちょっとこの中の方を見てみると分かりやすいです。この2本がキュッとなっている、ダブルステッチが1、2、3、4、5、6、7、8、8個ダブルステッチができました。そしてこちら側、こちら側は表から見ると見えやすいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、8個ダブルステッチができています。2つとも、両側に8個ずつダブルステッチができました。そしたらこの残っている1目を表編みして、ひっくり返して、そしてこちら側に9個目のダブルステッチを作ります。糸をぎゅっと引っ張って、これで9個目のダブルステッチができました。中側を見ている時に片側が9個のダブルステッチができます。そしたら今までと同じように、普通の目は表編みで進んでいきます。そして左側、今中を見ている状態で編んでいますが、中を見ている状態で見たこっち左側ですね、左側にダブルステッチが8個あります。この8個のダブルステッチを段消しという作業をしていきます。糸がね、2本あるように見えますが、この目を8目ですね、裏編みしていきます。糸を手前にして、針をこのダブルステッチ2本の糸のこのようにね入れます。そして裏編みをする。ダブルステッチの2本の糸このように裏編みをするように針を入れて、糸をかけて裏編み、ダブルステッチに針を入れて裏編み、8個のダブルステッチを裏編みします。全部ダブル目を裏編みしました。そしたらひっくり返します。表側になりました。ひっくり返したら最初の一目は滑り目をします。私は表編みをするように針を入れて、右の針へこの目を滑らせます。こちら側に9個残っているダブル目の手前まで表編みをしていきます。はい、9個残っているダブル目の手前の糸まで全て表編みをしました。そしたらこちらのダブル目、この2本の糸が交差しているような目ですね、この目を今度は表編みしていきます。2本とも取るようにですね、しっかり針を入れて表編み、9目全部を表編みしていきます。ちょっとね、糸が、針がね入れにくいので気をつけて編んでいきます。Thank you.
9目全部表編みをしました。そしたらもうこちら側のマーカーは外してしまいますね。両側のダブルステッチを段消ししました。このままひっくり返します。ひっくり返して最初の目は裏編みをするように針を入れて右の針へ滑らせます。そしてここは裏編みをして戻っていきます。ずっとマーカーの手前までですね、裏編みをしていきます。マーカーの手前まで全て裏編みをしてきました。そしたらこちら側のマーカーも外します。外したらひっくり返して今度はフラップという部分を編んでいきます。これでね、かかとは完成しました。そしたらその後のこのかかとを今ね編み終えたところです。かかとの少し上のアキレス腱の下あたりの部分というんですかね、この部分を編んでいきます。ここは先ほど、マチをずっとね12目ずつ両側増やしていったと思うんですが、マチのところとつなげながら立体的にね編んでいくところです。そして今回はこのようなフラップの模様を説明していこうと思います。このね縦ラインがポコポコと入った模様を説明していきます。はい、ではかかとのフラップを編みます。最初の目は右の針で表目を編むようにしてこの目を滑らせます。そして次の目は表編みで、次は裏編みをするように針を入れて目を滑らせます。そして次は表編み、滑り目、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 表編み、繰り返していきます。滑り目、そして、だんだん編んでくるとこのように目と目の間がとっても隙間の空いているところが出てきます。この空いている目同士を2目一度します。こちら側のこの2つを2目一度するときはまずこの最後の目ですね、かかとで編んでいた最後の目を右の針で表編みをするように滑らせます。そしてこちらのマチの目ですね、離れているマチの目も同じように右の針へ表編みをするように滑らせます。そしてこの2目に左の針を入れて後ろ側で糸をかけて表編みをします。これで2つの目が、右の目が上で左の目が下になっている2目一度ができました。そしたらここでまたひっくり返します。ひっくり返したら中側を見ているときはすべて裏編みで進んでいきます。最初の目は裏編みをするように針を入れて滑らせて、進んでいくと先ほどのようにかかとの目とマチの目の間に隙間がありますので、かかとの目とマチの目を2目一度に編みます。
裏編みをしてくるとかかとの1目とまちの1目がとっても隙間が間がね空いている目になります。そしたらこのかかとの目とまちの目を2本いっぺんに糸は手前ですよ。裏編みをするので糸は手前、この2目を一度に裏編みをするように針を入れてまとめて裏編みをします。2つの目を一緒に裏編みしました。できたらまたひっくり返して先ほどと同じ模様を編んでいきます。滑り目と表編みの交互に繰り返す模様ですが、これは表編みだけの時にやっていきます。最初の目は表編みをするように右の針へ滑らせます。そして次の目は表編み、次の目は裏編みをするようにそのまま針を入れて滑らせ、表編み、滑り目、表編み、滑り目、表編み、滑り目。そしてこの模様なんですが、あまりきつくねキュッキュッと編んでしまうと模様が目立ちにくいです。なのでちょっとだけ気持ちですね、手を緩めるような感じでふわっと編んであげると、模様がねくっきり出やすいと思います。滑り目、表目、滑り目、表目、滑り目、表目、滑り目。かかとの最後の目とまちの目が、間が空いていますね。これを2目一度します。表側で2目一度するときは表編みをするように滑らせて、まちの目も同じように表編みをするように針を入れて滑らせます。そしてこの2目に左の針をこのように入れて後ろ側で糸をかけて表編み、2目一度ができました。編み地をひっくり返します。ひっくり返したら裏側を見ているときは裏目を編むように最初の目を滑らせます。そしてすべての目を裏編みしていく。あとはこれをずっと繰り返してですね、かかとの目とまちの目を両側で2目一度しながら進んでいきます。そして繰り返していくとまちの目がどんどんねなくなっていきます。表側を見ているときに左側のまちの目がなくなったらまた次の操作に入っていきます。はい、裏編みを繰り返してきてかかとの目とまちの目が離れたところまで来ました。そしたらこの目とこちらのまちの目を裏編みします。2ついっぺんに裏編みして2目一度、そしてひっくり返して最初の目は表編みをするように滑り目、次は表編み、滑り目、表編み、滑り目。表側だけこのように表編みと滑り目の交互繰り返しをして模様を編んでいきます。はい、では今この状態になっています。まちの目が2、4色の葉のと10目ですね。こちらも2、4色の葉のと10目、10目でまちの目が残っています。間が空いているので分かりやすいと思うんですが、こちら側のまちの目が全部なくなるところまで、表裏と交互に繰り返してここね2目一度しながら編み進めていきます。
繰り返し編んできて、今中を見ている状態で、こっちにまちの目が2つ残っていますね。先ほどからかかとの目と言ってたんですが、これフラップの目ですね。ごめんなさい、フラップの目と裏編みで2ついっぺんに編みます。ひっくり返したら、こっち側にまちの目が1つ残っているので、このまちの目とフラップの目を2目一度するところで、このフラップを編む作業が終わります。最初の目は表編みをするように右の針に移して、次は表編み、滑り目、表編み、滑り目、繰り返していきます。だんだんこのフラップの、ね、模様が出てきているのが分かりますかね。ポコポコとして丈夫な編み地になります。滑り目、最後表編みをするときにまちの目とフラップの目を一緒に編みます。まずフラップの目を表編みをするように針を入れて滑らせて、まちの目も同じように滑らせます。そしてこの2本に2目に、左の針を入れて後ろ側で糸をかけて出してくる表編みをしました。はい、これでかかとの上のフラップの部分が編めました。まちが12目、こちらも12目あったんですが、フラップの目と2目一度をしながら立体的になりました。ではこの後ですね、このフラップの上のかかとの履き口のフラップを編んでいきます。ここはガーター編みで、かかとと同じようにジャーマンショートローダブルステッチをしながら編んでいきます。こんな形になりますね。この部分を編んでいきます。ではこの状態で終わりましたので、これをひっくり返します。こちらにね、まちの目が一つ残っていますが、これはこの後の作業で2目一度することになります。ひっくり返して、最初の目をすぐにダブルステッチを作ります。まず右の針を裏編みをするようにこの目に入れて滑らせます。滑らせたら、指にかけている糸を右の針よりも向こうにギュッと引っ張る、ギュッと引っ張ります。かなりきつめにね、引っ張りますよ。そしてこの目を押さえておきます。しっかり押さえたら、次の目から表編みをしていきます。そして今作ったダブルステッチですね、今まで編んでいたダブルステッチとは違って、ここの端っこのダブル目だけは糸がね、4本あるように見えます。ちょっと見えにくいかもしれないんですが、こんな風にね、塊のようになります。で、表編みで進んでいったら、残っているフラップの目とまちの目を2目いっぺんに編んで、ひっくり返した時にまたダブル目を作ります。はい、フラップの目とまちの目、このね、間が空いている目が2つ残った状態になったら、これはこちら側から2つの目の
左側から一度に針を入れて表編みをします。2目いっぺんに編めたらまた編み地をひっくり返します。ひっくり返したら糸は手前側に持ってきて裏編みをするようにこの目に針を入れて滑らせます。そしてこれもまたダブルステッチを作る。ぎゅーっと引っ張ってここの目だけは糸がね4本あるように見えます。というか糸がね4本に、ね、なります。そして押さえたまま表編みで先ほど作ったダブルステッチの手前まで編んでいきます。今両側にダブルステッチが一つずつ出来上がりましたが、このダブル目が両側に10個ずつになるまでこれを繰り返していきます。で、この履き口のかかと側のフラップを今編んでいるんですが、ここもねガーター編みなので、裏編みがないのでね表編みだけで進んでいってとっても楽な編み方だと思います。はい、ダブル目、先ほど作ったダブル目、こっちから見ると糸が2本ですが、こっち側には糸が4本ある、ちょっと変わったダブル目になっています。この手前まで表編みで編みました。そしたらまたひっくり返して糸は手前ですね。で、右の針を裏編みをするように入れたらこの目を滑らせて、指にかかっている糸を右の針より向こう側へキュッと引っ張ります。ダブル目を作ったのでこのダブル目を押さえて表編みで進んでいく。ちょっと糸が取れるかな、これこんな感じにモソモソしていますね。少し取ってあげるとキリしましたね、はい、ちょっと気にせずこのまま編んでいきます。かかとの時と同じ操作の仕方なので割と覚えやすいんじゃないかとは思うんですが、次のダブル目まで説明します。手前の糸を表編みしたらまた編み地をひっくり返します。糸は手前ですね。手前側に糸がある状態で右の針を裏編みをするように入れて滑らせます。滑らせたらこの糸を右の針の向こうへぐっと引っ張ってダブル目は押さえたまままた表編みで左側のダブル目の手前まで進んでいきます。はい、今ちょっとね点々白と黒の点々の糸のゾーンに来てしまったのでちょっと見えにくいかなと思うんですが、ここにダブル目一つ、二つ目のダブル目もね、2つダブル目ができました。こっちにも2つダブル目があります。では両側に10個ずつになるまでこのダブル目を作る作業を往復で繰り返し編んでいきます。はい、中を見ていてこちら側のダブル目10個目を作ります。しっか
りと押さえて表編みで進んでいって、こちらの針には 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個ダブル目があります。ダブル目の手前の目まで表編みをしたので、ひっくり返してこっち側にも10個目のダブル目を作ります。そしたら今までと同じように表編みで進んでいって、左側にはすでに10個ダブル目ができています。はい、ダブル目の手前まで表編みをしました。こちら側には 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ダブル目があります。2つとも両側ですね、10個になっているので、この左側の10個のダブル目を消していきます。こちらのダブル目を表編みしていきます。2本糸があるので、しっかり針を入れて表編み、ちょっと針はね入れにくいんですが、表編みをしていきます。そして最後のダブル目ですね、4本糸がかかっているように見える、こっち側から見ると2本ですが、ここもしっかり針を入れて最後の10個目のダブル目を表編み、そしたら、次ですね、甲側にも同じような、ダブルステッチを繰り返してフラップを作っていくんですが、その前に、この間ですね、フラップかかとの後ろ側の部分と甲側の部分のこの間のところに穴が開きやすいので、ここは、工夫して穴が開かないように編んでくださいと書かれてあります。では、私はこの渡り糸ですね、間の糸をねじり増し目します。左の針を後ろから入れて表編み、一目増えた状態になっています。そしたら今度針を入れ替えます。針を入れ替えて甲側にも今かかとで作ったようなフラップを作っていきます。かかと側では10目ダブル目を作って、フラップを作りましたが、甲側は両側に6目ずつダブルステッチを作ります。まずこの、間の糸しっかりと引き締めて甲側を表編みしていきます。こちらの針にかかっている目をすべて表編みですね。甲側の目をすべて表編みしました。そしたらひっくり返してこの最初の目を右の針へ滑らせダブルステッチを作ります。今
今までと同じようにダブルステッチを作ったら、また表編みをしていって反対側にもダブルステッチを作ります。はい、最後まで表編みをしました。そしたらまたひっくり返して糸は手前です。糸は手前、そして裏編みをするように右の針を入れて滑り目、滑らせたら右の針の向こう側に糸をギュッと引っ張ってダブル目を押さえて表編みで進んでいく。ダブル目の左側のダブル目の手前まで表編みをしていってひっくり返してダブル目を作る。繰り返し編んでいって、先ほどかかとで作ったフラップと同じように編んでいきます。で、今こっちに一つ、こっちにも一つダブル目ができていますが、両側に6個になるまでこの操作を繰り返し編んでいきます。はい、はい、繰り返し編んできました。今中側を見てこちら側の6個目のダブルステッチを作りました。そしたら表編みで進んでいって反対側に6個目のダブルステッチを作ります。はい、こっちには5個ダブルステッチがあります。ダブルステッチの手前の目まで表編みをしたら編み地をひっくり返します。ひっくり返したら糸は手前で右の針を裏編みをするように目に入れて滑らせます。そして糸を右の針の向こうへぎゅーっと引っ張る。目を押さえたまま表編みをします。これでこちら側にも6個、こちら側にも6個、両方6個のダブルステッチができました。表編みをしていって左側のダブルステッチを段消しします。ダブルステッチが6個あるのでこれを表編みします。きちんと2本ね糸があるのでしっかりと針を入れて表編み、左側の6個のダブルステッチを表編みしました。そしたら、こちら側では渡り糸をねじって1つ目を増やしてあります。こちら側でも同じことをします。左の針で甲側とかかと側の間のこの渡り糸を後ろから拾い上げて表編みをするように針を入れて1目編む。
したら針を入れ替えます。入れ替えて後ろ側で作った履き口、かかと側の履き口のフラップのこっち側に残っている10個のダブル目を消していきます。最初のダブルステッチは、糸がね4本あるように見えるので、これしっかりと目を取るように、表側は4本で内側には2本ですね。ダブルステッチのこの糸があります。しっかりと針を入れて、ちょっとね編みにくいんですが、しっかりと針を入れて表編みをします。はい、編めたら糸をキュッとね引き締めて、次のダブルステッチも表編み、最後10個目のダブル目を表編みします。結構きついので編みにくいですね。はい、10目全部ダブルステッチを表編みしました。そしたら表編みで進んでいって、今度は、端っこの目、編んでいるフラップの端っこの目と先ほどねじり増し目で増やした目を2目一度します。はい、針に2本残るところまで編んだら、一番左の目は先ほどねじり増し目をした増やした目です。なのでこれは2つ一緒に編みます。右の針を表編みをするように針を入れて滑らせて、隣も同じように表編みをするように目を滑らせます。そしてこの2目を左の針を入れて後ろ側で一緒に編みます。そして針を入れ替えます。今度は甲側のこちらに6目ダブルステッチが残っているので、この6目を表編みしていきます。最初の目はこちら側は普通のダブルステッチですね。糸が2本あります。しっかり針を入れて1目編んだらキュッと引き締めて、6個全部表編みしていきます。
6目ダブルステッチを表編みしました。また表編みで進んでいって、こちら側に残っているかかとと甲の境目のねじり増し目を2目一度します。針に2目残るところまで編んでいきます。はい、2目残っているので右の針で表編みをするように滑らせて、こちらの糸も同じように滑らせます。そして左の針を2目に入れて、後ろ側で表編みをする。ねじり増し目で増えていた目を2目一度して減らしました、はい、これで靴下本体の完成となります。そしたら、この後ですね、最後仕上げにアイコード止めという方法で、ここの靴下の履き口を縁をね編んでいきます。アイコード止め、この履き口の部分ですね、ウツボで言うと唇の部分になります。私はこれは、4目のアイコード止めをしています。千春さんのパターンだと3目のアイコード止めになっているので、3目のアイコード止めで説明していこうと思います。千春さんのパターンの説明ですと、手がきつくなりがちなので、このアイコード止めをするときには3ミリの針を使ってふっくらと編んだ方がいいと書かれてありました。履き口のねところなので、あまりきつくしてしまうと伸びもないので、履くときとね脱ぐときがちょっと大変な、ね、キツキツになってしまうので、心配な方は3ミリの針を用意して、右側にね3ミリの針を持って編み始めるといいと思います。私はちょっと手の加減をして、このまま 2.5 ミリの針で進めていきます。ではまず最初の1目に針を入れて、糸をかけて引き出してきます。ちょっと長めに引き出したら、左の針へこの糸をかけます。そして針は抜かずに後ろ側へ、また糸をかけて引き出してきます。そしてこの針の手前の糸ですね、手前の糸を左の針へかけます。針は抜きません。このまま後ろでまた糸をかけて引き出してきて、手前の糸を左の針へかけます。これで新しく3目増えました。3目増えている状態です。そしたらこの3目を編みます。この状態で糸をかけて出してくる。そして針から落として、次の目も1目編む。そして3目目を編む時には、この糸ともともと編んであった靴下の30目ですねありますが、この2つの目を一緒に編みます。針をこの2本の後ろ側へ入れて、後ろ側へ通して糸をかけて1目編む。3目編めたら、この3目を左の針へ戻します。編んで戻しての繰り返しなので、ちょっと時間がかかりますが繰り返します。まず2目表編みします。2目編んだら、3目目と次の目を一緒に編みます。針は後ろ側へ入れます。左の針よりも後ろへ入れて表編み、編めたら左の針へ戻して、また2目表編み、
して次の目と次の目を後ろ側で2目一緒に表編みします。戻して2目表編み、次の2つの目を後ろ側で表編み、左の針へ戻して2目表編み、3目目と4目目後ろ側で表編み、3目戻したら2目編んで3目目と4目目を後ろで表編み、3目戻して2目表編みをしたら3目目と4目目を後ろで2目一度一緒に編んでしまいます。3目左の針へ戻して2目表編み、3目目と4目目を後ろ側で表編み、これをずっと繰り返していきます。手が慣れてくるとこの3目は一度に全部ねまとめて左の針へ戻すこともできるようになると思います。こんな感じで手加減を均一にしないとこの縁編みはとてもね目立つと思うので綺麗に編むといいと思います。ちょっと時間がかかるんですが、私はこのアイコード留めの履き口のこの縁の部分がとてもお気に入りです。4目にするともっとねふわっとして可愛いので、私はいつも4目のアイコード留めをしています。今度ちょっと5目のアイコード留めもやってみたいなと思っているところです。最初に目を増やした時に3目作っているのを4目にするか5目にするかで、この縁のね履き口の部分のここの太さがね変わってくると思います。だんだん縁編みになってきているのが分かりますか。これねすごく可愛いですよね。そして、このウツボソックスは丈がとっても短いショートソックスなので出来上がるのがすごく早いです。いろんな編み方が混じっているのですごくね楽しく編めると思います。危ない。はい、こちらの針の最後の目のところまで進んできました。最初の2目を表編みして3目目と4目目後ろ側で一緒に表編みします。そしたらここでこれ針が抜けないようにね押さえて針を入れ替えます。入れ替えたら今までと同じように左の針へこの3目を戻して最初の2目を表編み、3目目と4目目を後ろ側で一緒に表編み、繰り返していきます。はい、こちら側も最後の目を後ろ側で2目一度します。はい、これでずっとぐるっと一周ですね。
3目のアイコード止めをしてきました。で、最後この3目を糸始末するんですが、今針がね、針先が左側へ向いています。輪針なのでこのまま左の針を引っ張っていって、右側に向いて針先が出るように針をね入れ替えます。はい、こんな感じ。そしたら、最後糸始末をするので糸をカットします。20センチくらいあれば大丈夫だと思います。糸をカットしてとじ針を用意します。とじ針に糸を通したら、3目かかっている針をこのように持って、とじ針を最初の目の後ろ側からこのように通します。糸を持ってくる。そしたら、編み始めのアイコード、針が抜けないようにね持っていてください。最初に編んだ縦にね、鎖編みが縦に 1,2,3 列あると思います。この、1列目一番上のこのチェーンですね、ずっと鎖があるんですが、これの1つ目の鎖にこのように針を入れます。鎖の糸2本取るように針を入れたら、糸を出してきて、そして最初の一目目ですね、針にかかっている一目目に表編みをするように針を入れて糸を通して、この目は落とします。針から落とす。糸を引き締めて二つ目の目に後ろから針を入れて出してきます。出してきたらこっちのアイコード止め2列目の最初の目、これですね、1つ目の鎖の目に2本、しっかり鎖を取るように針を入れたら出してくる。そして針にかかっている2目目を表編みをするように針を入れながら落とします。で、糸を通して引き締めたら、残っている一つの目、針にかかっている残りの目に後ろから針を入れます。入れて最後3列目のアイコード、この目ですね、最初の鎖にこのように針を通して、そして針にかかっている目に表編みをするように針を入れて編み針から落とします。編み針は抜いてしまいます。で、糸を引き締めて整えて、ちょっとね、こんな感じで1本ずつ私は綺麗になるように調節してですね、それから閉じます。感じですね、はい、整えたらこの糸が出ているところのチェーン、こ
ここにチェーンがありますね。鎖目があるので、ここにこのように針を入れて後ろ側に糸を出します。そして、広げるとわかると思うんですが、このかかと側と甲側の境目、ここねじったところですね、ねじり目をしたところ、あんまり穴が目立つなって気になる方は後ろ側でここのね隙間を閉じるようにして糸始末をします。表側に糸が響かないように針を通していきます。ぐるんとぐるんと円を描くようにですね、糸を通していくと外側でちょっとだけ気になる隙間が塞げるんじゃないかなと、私はいつもこのようにやっています。あまりねきつくしすぎてもつれて目立ってしまうので、様子を見て調節しながら糸始末をします。ある程度この穴を閉じられたら、あとは目立たないように糸始末です。糸始末ができたらカットして、そして反対側ですね、反対側のかかとと甲の境目、伸ばすと見えるのはもちろんなんですが、あまり目立たない場合はそのままで、ここの隙間が目立つ方は残っている糸とかね、新しく用意した糸でこう閉じて糸始末をしてあげるといいと思います。はい、では私はそれほどね目立たないかなと思うので、このままで完成にします。はい、これでうつぼソックスが完成です。ちょっとスチームをかけてきます。スチームアイロンをかけて整えてきました。一通り、このうつぼソックスの編み方を千春亜美子さんの、パターンの通りに編んできました。私流なのはこの甲とかかとの境目の隙間を目立たなくする方法ですね。ここだけは私流なので、もしかしたら他にももっとねいい方法があるかもしれないです。もし何かねここの隙間目立たなくなる方法あるよという方は教えていただけるとありがたいです。はい、では今回はケイト屋さんがご提供してくださったリコデザインのスペルババンブースーパーウォッシュですね。バンブーのサラサラとした春夏向けのとっても気持ちいい糸で、千春亜美子さんのうつぼソックスの編み方を説明させていただきました。とっても可愛い靴下で、私が一番のお気に入りのショートソックスの編み方なので、皆さんにもぜひ編んでいただいて履いていただけたらなと思います。ただ短く編んだ靴下とは全然違うということがね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。それからこのかかとの部分からこの履き口にかけての編み方ですね、とっても楽しく編めると思います。千春さんも、ぜひね春夏の定番ソックスになってほしいとおっしゃっていましたので、皆さんにも
ぜひ編んでみてほしいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画で。じゃあねー。